アメージングコザって、ご紹介いただけますか。アメージングコザ、ありがとうございます。時刻は8時を回りました。アメージングコザのお時間です。お相手はユニット K の関東ターキーと、どうぞ、ヒデトと森香織と一歩です。はい、今日は聞いたことがない人が3名いますね。今日ですね、ミュージックバイ F の方でライブをされます、ヒデトさん、森香織さん、一歩さんも一緒にですね、お送りしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。それではミュージックバイ F の今週のライブ情報から。11月7日、火曜日、今日ですね、今ゲストに来ていただいておりますヒデト&一歩&森香織ライブ、はい、オープン21時、ライブスタート21時30分、ライブチャージ500円となっております。ライブの詳細につきましてはですね、後ほどゆっくりと皆さんにね、聞いていきたいと思います、はい、そして11月9日木曜日、比嘉義博木曜定期ライブ、オープン21時、ライブスタート21時30分、ライブチャージ500円。11月10日金曜日、ヨナハランライブ、オープン21時、ライブスタート21時30分、ライブチャージ1000円となっております。そして11月11日土曜日、新京ライブ、オープン21時、ライブスタート21時30分、ライブチャージ500円です。それから来週になりますけれども、11月14日の火曜日、ですね、もうこれも定期ですね、はい、毎月第2火曜日の定期ライブ、春風ライブ、オープン21時、ライブスタート21時30分、ライブチャージこちらも500円となっております、はい、以上今週のミュージックバー F のライブ情報でした。アメージングコザ、番組スポンサー、県産、本土産、新鮮な海産物などを集め、オリジナルの手作り料理をご提供いたします。食いどころ、飲みどころ、トノマ、沖縄市330沿いパーカーベニュー入り口近く、電話 098-929-3556、 カラオケ、ダーツ、卓球ありの楽しいお店です。マブヤーもいます。ミュージックバー、タイガーアイ。沖縄市上地、1-12-6。琉球三菱自動車、左裏。中古、新品タイヤ交換。価格なら負けません。在庫多数あり。ネマ商店。沖縄市久保田、1-9-30。富士店舗1階。山里交差点、普天間向け、左。安全。安心、鳥の幸せを追求した鳥牧場です。愛情卵のタサトファーム、中城村アザ荒垣487番地、電話 090-3796-4817。 髪を切るならここで、確かな技術であなたをスタイルアップ、カットのみ1000円。髪切り屋次男坊、うるま市田場1809番地、前原高校正門斜め向かい。お部屋の内装、クロス張り替えなど、リフォームのことならお任せください。もろみ内装、宜野湾市宜野湾、1-19-39。電話 090-1878-7134。重機はもちろん、重いものから何でも運びます。比嘉重機、読谷村木名317番地。電話 080-3949-8860。 中古から新品まで何でもあります。探します。まずはお電話ください。リサイクルショップビッグ、宜野湾市荒城 2-9-8 098-893-1157。 以上、各社のスポンサーでお送りします。ではアメージングコザを一緒に。アメージングコザ、すごいですね、うん、初めてとは思えないほど皆さん揃ってますね。さすがミュージシャン、ありがとうございますということでですね、スタジオには、もう本日ミュージックバー F でライブをされます、ヒデトさん、そして、一歩さん、そして森香織さんを、お招きしております、はい。まあ、先週僕ね、森香織さんっていうのを見て、はい、森
カオルさんっていう方がですね、先月いらっしゃったんですよ。ああ、そうなんですね。そうなんです。10月の一発目に、先ほどあの木曜日の定期ライブをされている比嘉義弘さんっていう方と、はいはい、こうね、ジョイントでいらっしゃってて、うん、で、あ、森カオルさんまた来たと思って。すいません。いい。そうなんです。男性ですよね。はい、そう勘違いしたんです。ごつよさんです。名前は存じ上げてるんですけれども、そうなんですね、はい、まだお会いしたことがなくて、なんかね、谷村新さんっぽい、あ、そうなんです、ぽい僕の勝手なイメージですけど、そんなに変わらないです、ね、そう、そうか。いや、ね、どうでしょう、ラジオでお聞きの皆さんね、はい、ちょっとあの映像見れないと思いますけれども、うん、今日ミュージックバー F でライブをされるのは森かおりさん。かおりです、ひらがなでかおり、はい、はい、ね、可愛らしい女性の方ですのでね、ぜひぜひぜひ、まだまだね、まあ、今日の9時半からですよね。そうですね、ライブスタートはね、スタートです、なので時間十分ありますんでね、お家帰って、うん、お風呂入ってご飯食べてでちょっとゆっくりして来たらいいかなぐらい。1時間で辛いかな。家近かったら大丈夫じゃない。あ、そうだね、うん、近いとね、うん、どうせお風呂入るってシャワーだし。あ、そうだね、うん、すぐですよ、ね、そんな感じなんですけれども、まあ、僕が喋ってるよりもね、皆さんにいろいろ聞いていった方がね、はい、どんなライブかっていうのを分かっていただけると思いますんで、お聞きしたいと思いますけれども、まずは秀人さん、はい、どんな感じですか。今日はですね、はい、アコギアコースティックギターで弾き語りをしたいなと思ってます。あ、ひずさんはアコギで弾き語り、うん、はい、ちなみにジャンル的にはどんなジャンルなんですか。ジャンルなんですかね、フォークポップ、フォークポップなんですかね、になる感じ、感じですかね。変な曲です。変な曲、変な曲です。オリジナル、オリジナルです。あ、じゃあひでとさんはアコギでフォークポップ的な変な曲、変な、そうですね、のオリジナル、はい、のオリジナル、オリジナルの変な曲、はい、をされるということで、で、続きまして一歩さん、はい、僕は鍵盤キーボードで弾き語りを、はい、やらせていただきます。ちなみにどういう感じの。バラード多いんですけど、はい、結構ポップスというか、ええ、そういう系統の音楽を、はい、だからこちらもオリジナル、オリジナルで、はい、やらせていただきます。キーボード少ないよね。キーボードでされる方は少ないんですよね、なんかね、まあ、そのほらキーボード置いてあるところが少なかったりもしますしね、うんうんうん、そういう兼ね合い関係もあるのかなとは思いますけども、うん、ね、男性でまたキーボードって言ったら ね久高さんぐらいしか分からないですね、うん、あとあれか、あのステイウィズミーの、誰でしたっけ、この間の、あ、ね、はいはい、はい、名前が出てこないということです。あまりいらっしゃらないんですね。そうなんですよ、少ないんですよね、とってもね、うん、で、森かおりさんは、はい、私もあのアコースティックギターの弾き語りで歌っていて、はい、ジャンルポップスにはなると思うんですけど、でもフォークっぽいよねみたいな風に言われることもちょっとありますね。はい、聞いてみないと分かんないです。そう。そうですね。来ていただくのが一番かな。はい、そうですよね。ですね。っていうか500円で3人聞けるんですからね。ね、そうですね。お得、はい。お得です。お得ですよね。これでメタルバンドだったらびっくりしますけど、ね。蓋を開けて。分かんないですよね。変な歌なんで。さっきヒデトさんに聞いた時に、はい、あのアコースティックギターでって随分そのジャンル悩んでらっしゃったんで、まさかメタルじゃないよなみたいな。分かんないですよ。分かんないですよね。ね、なんかそういう雰囲気は十分にある方です秀人さん、ね、ということで、今日は、ね、音源も皆さん持ってきていただいてますんで、はい、まず最初はどなたのを聞いていただきましょうか、まあ、2曲ずつぐらいいけるんじゃないかなと思うんですよ。とするとどないでしょう。一歩さんいきます。まず僕1曲1曲、はい、ま、いいでしょうか、はい、じゃあ1曲、はい、僕の曲を聴いていただきたいと思います。旅路という曲を聴いてください。あくびして
車を待つ今駅のホームにいる。いつもと違う生活がこれから始まってく。本当に楽しみなことはこの日々の先にある。今は目の前に見えている不安の方が大きいけど、おまじないみたいに言い聞かせる。僕の背中押してくれる人がいる。それはなぜか心安らぐ言葉で、君はそばにいてくれる。毎日はやけに嘘のようなくらい、もしそれでも大丈夫な僕らなら少し大人になれたのかな。胸で光ってるお守りがある。思い出をいくつも重ねてってきた。今でも笑い合える仲間が心で近い距離にいてくれる。背中押してくれる人がいる。それはとても心強い言葉で、君はそばにいてくれる。君はそばにいてくれる。して電車を待つ今駅のホームにいる。いつもと違う生活がこれから始まってく。これから始まってく。優しいですね。ありがとうございます。旅路という曲を聴いていただきました。優しいですね。優しいですね。みんなそう優しい。
個人的には秀人さんがどんなのを歌うのかすごい気になりますけどね。意外に普通です、でも一番後回しにしたいと思います。爽やかな感じ、ね、一歩さんは、はい、その、まあ、今回3人で、一緒にライブされる、一緒にライブされるというかそれぞれ、まあね、あのそれぞれライブされるんですけれども、はい、なんていうんですか、沖縄自体は何箇所ぐらいされるんですか。昨日、はい、こちらの近くの614さんでライブやらせていただきまして、はい、で、前回来させてもらったのが初めてなんです。あ、はい、1年4ヶ月ぐらい前、はいはい、で、あ、じゃあ結構空いてたんですね。この昨日今日の沖縄が2回目の沖縄になります。2回目、はい、2回目です。どんなですか印象は。そうですね、前回来させてもらった時は夏、梅雨明け、ちょうど慰霊の日とかあった頃だったので、すごくこう、あ、ザ沖縄みたいな、もう暑くてね、暑くて太陽ギラギラで湿気でこう体が包まれるんだみたいな、なんかそういう印象があって、でも青空がすごく爽やかで、で今回来させてもらって、まあ、ちょっと曇りもあったんですけど、やっぱりその時見たような青空がまたちょっと今回見れたので、あ、沖縄来たんだなっていう、はい、料理も沖縄料理いろいろと、ね、はい、いただきまして、どこ行ってもお蕎麦屋さんありますからね、はい、沖縄蕎麦屋さん、ね、そうですね、例えば今回沖縄で、はい、何か所か、まあ、ロケ中だったり今日はミュージックバー F だったりということでライブされるんですけれども、他はその、沖縄県以外の場所っていうのはどの辺回られるんですか。沖縄県以外だと僕は関東での活動が中心で、横浜が多いですね。で、路上ライブを駅前とかそういう場所でやったり、あ、路上されるんですか。キーボードですよね、はい、キーボードでこう僕、まあ、森さんも路上ライブをやられてて、はい、生音にこだわってやってるんですけど、あのスピーカーの出るキーボードがあるので、はいはいはい、それを持ってって、はい、駅前とかでスタンド立てて生声で生のピアノで歌うっていうやり方で、はい、やっております。それすごいですね、うん、キーボードの人で生声って初めて聞いた感じがしますね。ね、うん、沖縄じゃまず見ないでしょ、キーボード持ってって路上でやってる人いないね。いないですよね、うん、まあ、そんだけねライブハウスがいっぱいあるから、ね、やれる場所がいっぱいあるっていうことではあるんですけどね、すごいな、キーボード路上か、ね、うん、それも聞いてみたいですね。あ、若干そうですね、今回のツアーではちょっとキーボードは持ってきてなくて、ライブハウスさんにあるキーボードを借りしてるので、はい、沖縄ではちょっとこうやる機会がないんですけど、都内とかそちらではやっていますので、はい、もし沖縄で今これ聞いてる方がこういらした際に、はい、タイミングがあった時にもしよろしければぜひ聞いてもらいたいなと思いますね、はい、ですよね。駅前横浜、ね、横浜、そうですね、あとは東京でいうと町田とか、あ、東京といえばね、平葵ちゃんも行ってますからね。あ、そうですね、うん、彼女なんかね実は駅前でライブされてるの見てるかもしれないですよね。そうだね、うん、ですね。さあ、ということで1曲目、一歩さんの、はい、旅路お聞きいただきました、ね、ありがとうございました、はい、続きまして、森かおりさんの、はい、曲を一曲お願いしたいんですけれども、はい、そうしましたら、アルバムに収録されている曲から一曲お届けしたいと思います、はい、森かおりでマリMegumare sugiteru yo
森香織さんの曲でマリーを聴きいただいたんですけども、うん、はい、ありがとうございます。ちなみにこの3名のでコードされることが多いんですか？そうですね、これ2人は僕がプロデュースしていて、あ、はい、そうなんですね。そうなんです、いつも一緒にコードは、はい、あ、そうなんですね、はい、じゃあすごくなんか落ち着いたメンバーってことですね。落ち着いてますか？ネブかぶってますけども。いや、秀人さんは分かりますけど。いやめちゃめちゃ猫かぶってわかりますけどね。いや、なんかお二人ともね、曲がとっても優しいし、ね、声も優しいし、うんうん、まあ、個人的には好きですけどね、どちらもね。ありがとうございます。いやいや、本当に本当。で、ちなみに今のは、はい、CD のアルバムの中から。そうです、ファンファーレというアルバムを自主制作で出しているんですけれども、はい、その最後に入っている曲になっております。最後に入っている曲、はい、こちらはネットでも買えるんですか？私のオフィシャルウェブで、一応注文を受けたまって、受けたまった後私から発送させていただくような形で、本人から発送します。なので、もしよろしければ、はい、森香織のオフィシャルウェブを見ていただけたら、注文できるフォーム、予約フォームじゃないですけど、はい、そういったものがあるので、よろしければ見てもらえたらいいなと、
ぜひぜひ、CD 注文の方もよろしくお願いします。はい、まあ、今日ライブあるんだけど ね、あ、そうですね、よろしければ、うん、あの会場でも販売はしていますの で、うん、ね、ぜひぜひ。そして一歩さんも CD、はい、はい、僕も実製作で販売をしております。今聴いていただいた旅路という曲も1曲入りのシングルなんですけれども、はい、販売させてもらっています。じゃあもうネットでこちらも、はい、注文できる、ネットでも購入できますのでよろしくお願いします。じゃあ件がある方もね、一歩さんに送ってもらえるのかな。あ、僕自分で送りますので、電車で届けて自分で近かったら手渡して手渡しも郵送で送らせていただいております。県内であればね、はい、F に来ていただいて、そうです、そうです、うん、そうなんですよね。今県外であれば、うん、ネットで、ネットで、県外であればネットでっていうかね、うん、逆に言えば今日は F でライブ見れますけども、聞けますけども、うん、ね、今日ちょっと時間がないっていう方はね、ネットで注文していただけると、はい、CD 買えますからね。ですので、はい、ぜひ、一歩さんで検索すればいいんですかね。一歩だとなかなかいろいろとお店の名前とか結構出てきたりするので、一歩の後にちょっとスペース作って路上ライブとか横浜とかって打っていただけると、ブログとかホームページの、こうなんていうんですか、サイトが出てくるので、はい、そちらからアクセスしていただけると嬉しいなと思います。オフィシャルウェブやってますので、一歩スペース路上ライブ、はい、もしくは横浜で検索してください、はいはい、よろしくお願いします、はい、と森香織さんの方はもうそのまま森香織、はい、森香織で、そうですね、森が漢字で香織がひらがなで、はい、まあ、検索していただけると割と上の方に出てくるので、はい、わかるかなと思います。了解です、はい、ね、森が漢字で、はい、わかります、森っていう字、森、木が3つ、はい、木が3つですよ、木が3つの森と香織がひらがなです、はい、これは森と香織の間にスペースはいらない、はい、入れなくてもそのまま入れていただければ大丈夫です入れなくても大丈夫です、はい、ということで、そのまま、ね、森香織という形で検索してください、はい、お願いします、はい、それではですね、一旦 CM を挟んで、ついにですね、秀人さんに生演奏で一曲、ね、あ、そっか、後半一発目歌っていただきたいと思いますので、はい、準備の方よろしくお願いいたします、はい、それでは一旦 CM です。アメージング小座番組スポンサー、県産本土産新鮮な海産物などを集め、オリジナルの手作り料理をご提供いたします。食いどころ飲みどころとの間、カラオケ、ダーツ、卓球ありの楽しいお店です。マブヤーもいます。ミュージックバータイガーアイ、中古新品タイヤ交換、価格なら負けません、在庫多数あり、ネマ商店、安全、安心、鳥の幸せを追求した鳥牧場です。愛情卵のタサトファーム。髪を切るならここで、確かな技術であなたをスタイルアップ。カットのみ1000円。髪切りや次男坊。お部屋の内装、クロス張り替えなど、リフォームのことならお任せください。もろみ内装。重機はもちろん、重いものから何でも運びます。比嘉重機、中古から新品まで何でもあります、探します。まずはお電話ください。リサイクルショップビッグ。以上、各社のスポンサーでお送りしました。富田村
アメージングコーナー。油断した今。油断してたでしょ。さあ、それではですね、お待ちかね、お待ちかねって、俺が待ちかねてるだけですけどね。はい、ありがとうございます。ヒデトさんね、の曲を一曲生演奏で、お聴きいただきたいと思いますけれども、はい、紹介お願いします。はい、では、この後のライブでも、きっときっと歌います。さっきすごいハードルを上げてしまいましたが、すごいすごい普通の曲です。で聞いてください、ある愛の話。昔昔あるところにおじいさんとおばあさんがおったそうな。おじいさんはギターを弾いて、おばあさんのために歌いました。お休み代わりの子守歌、夢の世界への道しるべ、枕の横でちょこんて腰を下ろした物語。どんなお話がいい、二人の話がいい、こんな風に変わらない、時を重ね描いた昔話の二人。どんな恋をしても、どんな愛をしても、今以上の今はないって思いたい。おとぎの国、眠りの森に魔法のリンゴかじっちゃった。お姫様が奇跡のキス待ちくたびれて、王子様探しを決めました。ドレスの裾を手繰り寄せて、裸足のままで走りました。泥だらけになっても諦めたりしない物語。どんなお話がいい、数字が気取りがいい、じゃない、恋を重ね続けるおとぎ話の一人。どんな苦しくても、どんなに迷っても、今以上の今はない、本当の姿を映す不思議な鏡の中の誰かは笑ってる、笑えてる。
しない、二人の話がいい、こんな風に変わらない、時を重ね描いた昔話の二人、どんな恋をしても、どんな愛をしても、今以上の今はないって思いたい、今以上の今はないって思えるありがとうございました。ある愛の話でした。いい歌でしょ。あ、普通ですいません。いやいやいや、僕でもだから昨日ずっと裏で聴いてたんですよ。あ、そういうことか。そうそうなんです。私あの最初心配したのが、はい、おじいさんとおばあさんが出てガンガン入ってきたらこれは面白いかなって昔話の歌そうそうなんですね、偶然。でもいいです ね。ありがとうございます、はい、あの意表をついて、意表をついて、はい、声もいい声でしょ、うん、ね、ちょっとメタルじゃなかったですね。でも歌詞はメタルでしたよねそうですよね、ほぼほぼ、はい、それが変なのかな。なんかね、歌を歌うようになった長一さんみたいなね、あ、感じですかね。そうだね、ええ、もう、いや、いいんじゃないですか。大好きなんですよね、こういうね、ええ、うん。さあ、なんかシーンとしてしまいますけど、皆さんからね、あの、これ、ラジオでお聞きの方見れませんけどもね、あのツイキャス、ツイッターのね、あの映像のコメント入れられるやつなんですけど、こちらで拍手をいただいております。すごい。そして、その中でね、大塚健二さんからのコメント、いつか3人でグローブですねグローブ、グローブね、グローブ、やっぱ TKN ですからね。そうですね、あ、そうですね、あ、そうですね頑張らないと、頑張らないとですね。ね、素敵な曲ですね。そうそう、ね、ありがとうございます。素敵な曲ですよね。だからね、今日9時半からミュージックバー F で、ライブをね、はい、お一人ずつされますけどね、はいはい、500円で聴けるんですよ、ね。どうよ、いいんじゃない？うん、ね、僕この後ラジオなかったら絶対行ってるもん。そうだよね。うん、すんごい行きたいもん今。ね、でそこで、続きましてもう一曲、一歩さんの曲をね、はい、なんとライブ前なのに2曲もかけさせるっていうありがたいことです。いやいや、はい、はい、もう一曲、はい、おすすめ、聴いていただきたいと思います、はい、ジャンプという曲を聴いてください。
ず広い世界に飛び出してゆくよ。涙のように少しずつにじみながら風に吹かれて舞い降りた。天使が片目閉じてくよくよするなと笑った。見えない羽で聞いていただきました。ありがとうございます、これも素敵ね。本当に旅路からねジャンプっていう曲、もう旅路ね最初にかけさせていただいた曲、はい、そして今聞いていただいたジャンプ、まさしくジャンプだ ね、うん、幅広いですね。この曲は旅路は僕が曲と歌詞を作ってるんですけど、はい、ジャンプはヒデトさんが曲と歌詞を作られていて、作ってます。あ、そうなんですね。作ってますって、僕が昔、まあ、さっきお話したんですけど、カボスっていうユニットをやってまして、はい、その時に歌ってた曲なんですね。で彼はまあそのイメージにぴったりだったので、これ歌えばっつって、まあ、歌っていただいているという。今オリジナルとして歌わせていただいています、はい、イメージにぴったり、まさにぴったりですよ ね、 そうですね。ありがたいです、はい、拍手もいただいてるし、ありがとうございます。本当に楽しみですよね、うん、ライブ、ね、盛りだくさんで。ちなみに今日のライブってどなたが一番最初にやられるんですか。今日は今日誰からだろう。今日誰からでしょ。じゃんけんかな。決まってないおそらく森からかな。多分私から。あ、森さんから歌ってもらうかなと思います。あ、そうなんですね、はい、ね、だから、まだ45分ありますからね、うん、9時半までね。そうですね、9時半から、9時半スタートですんでね、はい、まだ間に合います。まだまだ間に合います、うん、ね、お風呂入ってご飯食べてまだできる、それできる時間はダッシュで、ね、でもしちょっと遅れるときはミュージックバー F のマスターの方にね、連絡いただければちょっと待ってって行けるかもしれないですね今向かってるからみたいな、ね、行ける気がします、ね、そんな形もあるかもしれませんので、ぜひぜひね、来ていただきたいと思います。そして今日一番手で、はい、森香織じゃねえ、香織さん。香織です危ない危ない
森かおりさんね、そう、そうね、アルバムの中からもう一曲、はい、お願いしたいと思います。はい、では、もう一曲お聴きください。甘い痛み。爽やかにしっとり、うん、甘い痛み、甘い痛み、はい、切なくなくてよかった。でも切なかったよなんかね、うん、今日のライブではこの曲は、はい、この曲はこの曲はどうかなやらないみたいですねやらないみたいです、やらない方向で、はい、あ、じゃああれですよね、 CD を買っていただければいいという話ですね。お願いいたします。ちなみに今、はい、アルバム何曲入りで、これはですね9曲入りで、はい、2
2000円ですね。2000円で販売させてもらっております。インターネットでも、はい、フォームがあります、はい、森香織、香織はひらがなですね。はい、そうです。で探していただくとですね、はい、購入のフォームが出てきますので、はい、そこで買っていただくと、はい、本人が、はい、送ります。送ります。はい、ですよ、本人が送りますからね、はい、知らないおじさんが送ってるわけじゃないんでね、ぜひ、はい、買って私が、ね、はい、いいなと思ったらね、はい、注文していただきたいと思います、はい、そしてね、一歩さんも、はい、一歩さんの一曲入りの旅路というシングルと、あと今、はい、聞いていただいたジャンプも入った CD が3曲入り1000円など、はい、いろいろと販売しています。で、はい、ホームページの方にリリースというページがあって、そこにこう販売している CD 一覧がありますの で、でそこで購入をどれも郵送も自分で僕がちゃんと送ります。はい、手渡しじゃなくて自分でですからね、ぜひご購入をお願いします。はい、一歩さんは一歩スペース、何でしたっけ、路上ライブ、路上ライブね、はい、はい、検索していただきたいです。入れていただけると、はい、出てきますので、ぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、で、あとですね、今後のライブ情報というのをお二人から、はい、伺いたいと思います。はい、じゃあ僕から行かせていただきたいと思います、はい、関東に戻って今企画ライブをやっているんですけど、はい、東日本大震災復興支援企画関所医大というイベントを行っております、はい、12月13日水曜日に会場池袋にあります、はい、池袋ライブインロサさんで行わせていただきます。はい、はい、東日本大震災復興支援企画というのを2015年からやらせてもらってまして、はい、で僕を含めて7組の出演者の皆さんとお送りしてて、で今その各出演者の皆さんとそれぞれ僕のピアノとちょっとコラボしながら、はい、進めていくイベントとなっておりますので、いつ来ても僕が大体ステージにいてその日限りのコラボを楽しめるんじゃないかと思いますので、はい、ぜひもし東京近郊にいらっしゃる方、はい、12月13日、はい、遊びに来てもらえたら嬉しいなと思います。ぜひぜひお願いします。そして森さん。はい、私もですね、次のライブというか今後のライブなんですけど、東京で私も企画ライブをやらせてもらっていて、同じ会場の池袋ライブインロサさんで、アコースティックミュージアムというタイトルでやっております。はい、ライブなんですけど音楽番組のような形でステージとトークが楽しめるライブになっておりますので、はい、そちらも出演者さんたくさんでお送りしています。よろしければぜひ遊びに来てください。はい、はい、ということでですね、いつもはねもう関東中心に活動されてます、うん、はい、秀人さん、そして一歩さん、そして森香織さん、ね、今日はこの3名の方をゲストに迎えてお送りいたしました。そして今日の9時半からミュージックバー F でライブありますので、ぜひぜひお近くの方は、いらしてください。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ最後はね、秀人さんの曲でお別れしたいと思います。今週も皆さんありがとうございました。ありがとうございました。世界への道しるべ枕の横でちょこんって腰を下ろした。どんなお話がいい二人の話がいい。アメージングコザ番組スポンサー県産本土産新鮮な海産物などを集めオリジナルの手作り料理をご提供いたします。食いどころ飲みどころとの間、カラオケ、ダーツ、卓球ありの楽しいお店です。バブヤーもいます。ミュージックバータイガーアイ、中古新品タイヤ交換、価格なら負けません。在庫多数あり、ネマ商店、安全安心、鳥の幸せを追求した鳥牧場です。愛情卵のタサトファーム。髪を切るならここで、確かな技術であなたをスタイルアップ、カットのみ1000円。髪切りや次男坊、お部屋の内装、クロス張り替えなど、リフォームのことならお任せください。もろみ内装。重機はもちろん、重いものから何でも運びます。比嘉重機。中古から新品まで何でもあります。探します。まずはお電話ください。リサイクルショップ、ビッグ。以上、各社のスポンサーでお送りしました。眠
ちゃった。お